はい、どうも皆さん、こんにちは。中小企業診断士独学合格への道開催中の新井です。今回いただいたご質問なんですけども、こちらですね。勉強カフェを経営されているとの認識ですが、中小企業診断士として自身の経営を財務の視点も含めて、その他診断士としての切り口として詳細に評価いただけたら幸いです。私も診断士の資格取得の暁には、クライアントに対して説得力をつける意味でも、自身で授業を行いたいと考えていますということで、コメントありがとうございます。ですね、この会社の、まあ、機密情報とかもあるので、なかなかちょっと財務っていう部分ではですね、現時点では少しちょっと公開しづらい部分があったので、現在のこの勉強カフェというものですね、ちょっとスウォット分析してみようかなと思います。で、まあ、それに付随してですね、二次試験の合格のためのというのをちょっと付けさせてもらって、試験対策になればいいのかなと思って、やっています。で、まずはですね、スウォット分析、まあ、今更感あるとは思うんですけど、もう一回繰り返して見てみましょうということで、SWOT、S がストロング、強み、W がウィークネス、弱み、O がオポチュニティ、機会、T が、スレッド、なんて言いますか、スリート、脅威ですね。これが二次試験の予見文でよくね、まあ、その強み分析をするとき、弱み分析するときに使われる、まあ、テンプレートというかですね、よくあるやつだと思うんですけど、で、これが問題文になってたりしますよね。強み、弱み、機械、脅威。私が受験した、事例3でも確か出てきたかな。事例2か。事例2でもですね、まさにこのまま出ましたからね。強みとは何か、弱みとは何かってね。うん。で、私はもっとね、単純に考えました。この予見文を読むときに、この4つをね、考えたんですよ。もう、強みとかじゃないんですよ。いいねって弱みじゃないんですよ。ダメ。この2つ。納期遅延とかあったら、例えばダメじゃないですか。ダメって。で、社長のなんか、思いがすごいあるみたいなのがあったらいいねじゃないですか。で、例えば、グローバル化が進んでいる状況で、インバウンドが老舗旅館にすごくこう、興味を持ち始めてるとかっていう文章があれば、これは O ですよね。チャンス。機会ですね。で、まあ、まさに、例えばこれ感染症の流行とかいうのが、例えば予見文に出てきたらこれピンチ。脅威ですよね。あとはまあ、代替品がね、出てきちゃって、もう確実にコストが安く済む中国製の、なんかが出てきたとかね。それピンチじゃないですか。だからこういうふうに、いいね、ダメ、チャンス、ピンチで捉えると、私は分かりやすかったんで、結構それを意識して、二次試験を解いていました。はい。で、まあ、企業、分析にも実際使われるんで、実務補習の時もですね、この SWOT やっぱやったんですよね。みんなで話し合ってですね、この企業の強みは何だろうとかね。まあ、実際のコンサルでどこまで使うかわかりませんけども、まあ、知識としてやっぱ入れとく必要があるんじゃないかと。その診断士の最低ラインというかですね、診断士だったらこのね、使いこなせるようになっておく必要あると。いうふうに私は考えてます。で、ちょっと勉強カフェのね、分析をしてみたいと思うんですけど、ちょっと、ロゴが見えなくなっちゃって、ね、下にずらします。この勉強カフェ大阪の、まあ、スウォット分析。ちょっと、シンプルな表現でちょっと書いてましてですね。ちょっと見づらいんで、でかくするか。ちょっと見えやすくなりましたかね。まず、強みを、ちょっとこれ、シンプルに書いてます。強みは何だろうなと、この勉強カフェっていうものをね、捉えたときに。まあ、勉強カフェ知らない人はですね、まあ、名前のまま想像してもらえればいいんですけど、勉強をするために作られたカフェです。で、まあ、よくある自習室とは違って、そういうカフェのような、まあ、開放的な雰囲気だったり、音楽が流れてたり、その中で人がね、会話することもできたり、カフェ的な要素があったりですね。で、勉強仲間がね、できたりとかする。コミュニティ要素もあると。で、サブスクリプションで、毎月、月額、まあ1万円とか、店舗によりますけども、大阪では1万円ぐらい。で、まあ使えると。うん。で、大阪には本町、西梅田、八重坂が現在はあります。2021年現在は3店舗、大阪にはあります。で、このね、大阪の、まあ強みっていうのは何だろうなって考えたときに、やっぱこの勉強、
コミュニティノウハウの蓄積があると、まず一つありますね。こういうの予見文とかにも出てきてますよね。で、カジュアルテイストであると。他の実習室との差別化要因として、こういう開放的な雰囲気がありますね。で、スタッフがいると。実際ですね、カスタマーサティスファクションを調査したときにですね、スタッフの評価がすごい高かったですね。この大阪に関してはね。一番高かったかな。うん、スタッフの対応っていうのはやっぱり良かったと。確かに実習室、にはですね、スタッフいないことも多いですよね。うん。だから安心感とか、そういうのもあるかもしれないですね。これ最大の強みなんじゃないかと、こういうふうに考えてます。で、全国展開のブランドということで、現時点で31店舗ですかね。東京の方とか、あったりしますし、南だと沖縄とかにもありますしね。北は、北海道の札幌にもありますし、ね、仙台とか。まあ、いろんなとこにあります。このブランドが、まず強みであると。そこでノウハウ共有がね、行われていたりとかね、ネットワーク作ってね、情報交換あったりとかするんでね。まあ、サービスの進化ができるっていう意味では、やっぱり多店舗展開してるのは強いですよね。で、キャッチなネーミングってことで、これやっぱり勉強カフェっていうね、この、すごくインパクトのあるネーミングじゃないですか。なんだろうってちょっと思わないですか。うん。もともとですね、勉強カフェっていうのはね、名前がね、プログレスカフェとか、会員制書斎空間とかですね、勉強カフェじゃない時代がね、ありましてですね、これは、創業社長のね、山村さんの時代なんですけど、本当に1号店しかない時代の時にですね、そういう変遷を経て、で、勉強カフェっていうのが生まれてからですね、やっぱりキャッチーさを獲得してですね、全国に今これだけ広まるようになったということで、非常にネーミングっていうのは強みですよね。表彰も取ってますんでね。たまにですね、何も知らない人がね、勉強カフェっていう名前使ってるんですけど、それはね、ダメなんですよ。商標取ってますから、使わないでください。はい。で、専用 SNS。ということで、これは、今私の中ではスラックっていうのが熱いんですけど、そのスラックを使って今盛り上げようとしてる。まあちょっとこれはね、課題も多いんでね、あれなんですけど、ちょっとこの辺をもっと強みにしていこうっていう思いもありましてですね、ちょっと書いてます。で、ここには書いてないんですけど、そのコミュニティの他に、その、つながり、友達ができるみたいな。友達だけじゃなくて、パートナー、結婚相手を見つかるかもしれないみたいな。っていうのがね、結構裏強みみたいなんであってですね。うん。マッチングをですね、もっと行っていこうかなって、今、この動画を撮っている段階では考えていますね。はい。で、弱み。マーケティング力。そうですね。やっぱりこのネーミング依存なんですよ。その、もっとですね、企業努力で、この、認知度を高めることは絶対できるはずなんですけど、ここはまだできてない。集客が弱い。うん。集客だったりね、クロージングの精度を高めるとかね。価値を届けるべき人に届けることができていない。まあ、あらゆるサービス集客が課題だと思うんですけども、結構ここがですね、もっとできますよね。うん。ホームページの作り方とかね、見学するに来られた方の対応とかですね。例えば SNS の投稿頻度を上げるとか、クオリティを高める、インスタグラムの写真をきれいにするとかね。本当にいっぱいありますよ。このマーケティングもっとできます。で、高コストってことで、業界費としてはやっぱり高いです。なんでかっていうと、まず、スタッフがいるんで人件費が上がってます。自習室に比べたら圧倒的に高いです。まあ、コワーキングに比べてやらそんなじゃないかな。コワーキングもまあ、人雇ってるケース多いと思うんですけど。うん。で、あとは内装工事もね、お金かかってますし、ドリンクをね、入れたりとかですね、まあ、メンテナンス費用だったりとかね、うん、結構高コストなんですよ。ゆえに、まあ、ちょっとその下に繋がってくる収益性にかかってきますね。うん、営業利益率で言うと、3割ぐらい超えてた方、3割か。3割ぐらいを超えてたら、まあ、健全なのかな。勉強会っていうのはですね。まあ、3割って聞くと、高いじゃんって思うかもしれないですけど、うん、決して高くないですね。あと、キャパシティの問題っていうのがありましてですね。うん、例えば、40席しかないと、すると考えたら、もうそこで、B2C をやってる以上は、決まってきてしまいますよね。会員数200名ぐらいが限度ですかね。多分40席だと。250名ぐらいかな。うん。全員がね、同じ時間帯に毎日通うわけじゃないんで、200人ぐらいまでは見越せるんですよ。40席あれば。うん。で、
ゆえにですね、200人って考えたらですよ。あの、最大。まあ、わかりやすくするために。で、じゃあ、単価が1万円だとすると200万ですよ。月商200万が限界になっちゃうってことですね。なんで、B2C しかやってないっていうのも非常に大きいと思うんですね。あの、B2B と B2C のやっぱ、違いとしては、その、扱える額が全然変わってくるってことですよね。あの、B2C だと、やっぱり、例えばですよ、月額10万って聞いたらどうすか？クソ高いですよね。クソ高いって思わないですか？ 10 万円。まあ、WeWork さんとかそのぐらいの価格狙ってますけど、ただあれはでも法人とかね、登記とかいう価値もありますから、って考えるとですね、やっぱりね、この収益性に課題が出てくるってのはやっぱありますよね。どうやったってこの年商100億、年商50億って難しいんですよね、B2C だけでやってたらさ。やっぱりこのキャパシティのある中でサブスクリプションでやっていくっていうのはなかなか難しいんですよね。だってその年商10億も難しいですよ、やっぱり。うん。10億を1万円の単価でやるには何人必要なのって話なんですよね。だからね、ここは課題です。あとはマニュアル化って属人的な部分が結構多いんですよ。その、コミュニティってやっぱ属人性高まるのは仕方ないんですけど、再現するのが難しいところがあってね、ここの言語化はね、まだ完了してない。誰でもやっぱりある程度のクオリティをお客さんに満足してもらうためにできるようにならないといけないですよね。マクドナルド行けば同じハンバーガー出てきますよね。あれです。あの、どこの店舗に行ったとしても同じ価値を体現できるような企業にしていかないといけないというところですね。弱みです、これは。で、O、チャンスですね。勉強需要の高まりということで、まあコロナでですね、まあ、非常にこの失業不安っていうかですね、まあ実際に失業している人も増えてますよね。で、結構ね、こういう低成長、不景気においてはですね、勉強需要っていうのは高まる傾向にあると言われています。まあ学びをすることによって、新しい稼ぎの種を見つけるってそういうところもあると思うんですよね。あんまりいい理由ではないかもしれないですけどね。本当はもっと学びっていうのはね、楽しいものなので、別にそういう稼ぐためにやるっていうだけじゃないんで、その辺は、あの、ちょっと今日来てますけど、ラーニングネバーエンズっていうね、このね、ロゴを今、もっとね、打ち出していこうというか、生涯学習。稼ぐ、稼がない、関わらずですね、やっぱり学びっていうのはね、人間の基本的な喜びだと私は思ってますからね、ここのアプローチはもっとしていく必要があるなっていうのがありますね。で、サブスクシェアサービスの普及ということで、まあ、競合が増えるって意味ではね、ちょっと違う、その脅威になっちゃうんですけど、まあ、市民性を得ましたよね。このサブスクリプションって言葉、いくら言ってもみんなピンと来てない時代ありましたよ。本当に。何みたいな。サブスクってね、こんな略せるようになったのはここ最近ですよね。本当にね、コワーキングっていうのをね、言ったっても誰もわかんないし、勉強家のビジネスモデルを理解してもらうのにすごい時間かかる時代があったんですけど、今はもうね、分かってくれますよね。シェアリングエコノミーっつってね、この市場規模どんどん拡大してきますから。シェアリングエコノミーの一環だと思いますよね。この勉強カフェも。書斎っていうのを別にね、自宅に持たなくてもいいわけですよ。勉強カフェがあればいいんですよ。書斎作ったらどうすか？本当に初期費用もかかりますよね。で、途中でさ、いらねえっつってさ、邪魔だなってなる時もあるんですよね。引っ越したりとか。だから書斎をね、別に作んなくていいんですよ。勉強カフェ契約してください。いつでも好きな時に解約できますし。書斎はね、やっぱり必要だと思うんですよね。生活必需の中に入ってないかもしれないですけど、やっぱりそういう豊かな時間というかですね、一人こうこもってですね、ゆっくりこう思考にふける、読書するとか、そういう時間は必要だと思うんですよね。よってですね、まあ、誰もが私は書斎を持つべきだと私は思ってます。そこに応えられるサービスにしていきたいと思ってますね。月1万で、まあ、離れの部屋があると思ったら安いと思うんですけど、そこになかなか価値を感じてもらえないところもまだ多いので、私たちのね、企業努力の必要があるなというところですけども。まあでもチャンスですよ。シェアリングエコノミー、これからもっともっと広まります。車持たなくていいです。私も実際カーシェアですごい十分ですしね。ネットフリックスあればもう、マジ暇になんないでしょ。もう、YouTube なんかも0円ですよ。限界費用ゼロ社会っていうね、本がありますけども、もうね、YouTube でいくら動画を見ても、コスト上がんないじゃないですか。基本 Wi-Fi と、そのね、
パソコン、スマホがあればいいっていうね。すごいことなんですよ、これは、うん。で、これからもっともっとシェアされていくはずですね。エアビーとかもね、ありますしね。うん。で、すいません、ちょっと長くなっちゃうので、あんまり語んないようにしないとね。リカレント教育、サブティカル休暇ということで、まあこれ政府が打ち出してますよね。学び直しの普及ということでね。リカレント教育っていうのは、学び直しを言い換えたものみたいなことでね、大学院に入るのをね、推奨したり、会社員がね、途中で、まあ、辞めて、ちょっと大学院入ってですね、能力をつけてきてまた戻ってくるとか、まあそういうパターンもあるでしょうし、こういうね、日本のね、将来像の中に入ってるんですよ。このやっぱ学びをね、もっと、強化してですね、国が発展していけるような体制を作らないといけないというふうになってるわけです。サバティカル休暇っていうのは、まあ、学ぶための休暇を認めましょうよっていうところをですね。うん、まあ、実践してるとかそんなにまだないかもしれないですけどね。だからサードプレイスニーズということで、サードプレイスっていうのは自宅でも職場でもない第三の居場所ということで、まあ、特にコロナでですね、今、こういう出会いの機会っていうのは激減してますよね。あとはまあ、行く場所が本当にもう決まってきちゃってるっていうのがありますんで、気分を変えてやっぱり落ち着ける空間を確保しておくっていうのは精神衛生上すごくいいので、そういったところにもアプローチしていきたいなというのが私の考えであります。テレワークニーズということでですね。まあこれは東京が多分顕著だと思うんですね。この今日のニュースとかで出てましたけど、大阪ではね、まだそこまでじゃないっていうのはね、ありまして、製造業が多かったりとかして、うん。まあただそのニーズは増えてくるだろうと。仮にコロナが終わった後でもですね、下手したらこのテレワーク続いてるかもしれないですね。まあいろんな理由がありますね。コストの面だったりとかね。あとはまあ、時間的な節約にもなりますね。移動がないっていうのでね。そこにまあ答えられる部分もあるのかなというところですね。最後に脅威ですね。まあこれはまあコロナですよね。やっぱり。コロナはすごい凄まじい脅威で。まあ、脅威と言いつつ、チャンスにもするっていうのが、やっぱり経営者にとっては必要な考え方なんじゃないかなと思うんで、今の時代の読んで、潮流はどっちに行くんだというようなことを考えてですね、このコロナでどういう変化が来るのかなっていうのを考えて対応させていくっていうのが必要なのかなと思いますね。で、業界成長による競合の必要、出現ということで、まあさっきのサブスクが普及した裏側にあるものかもしれないんですけど、本当に増えましたよね。コワーキングみたいなところ、シェアスペース。うん。まだまだ増えると思うんですね。で、ただね、実習室っていう単位で見るとですね、大阪はね、4年前と比べて減ってるんですよ。だからこれから大阪は、成長せずに減っていくかもしれないです。大阪に関してはね。っていうのが飽和状態なんですよ、大阪は。多すぎる。実習室っぽいところが。うん。多いっす。で、あと似たネーミングっていうのは、まあ、代替品の脅威っていうね、ファイブフォース分析ありますよね。マイケル・ポーターの。それで、勉強カフェに、近い名前のところが結構できてきたりとかね、してますよ。うん、まあ、これはしょうがないんでね。まあ、脅威っていうふうに書いたって感じです。まあ、こんな感じでですね、分析すると、まあ、私なりに、なんだろう、対応策も取れるなっていうのがありましたんで、まあ、診断士の能力を使うと、こういうことができますよ、というところですね。まあ、別に診断士じゃなくてもいいのかもしれないですけどね。まあ、診断士っぽく書いてますけどね。予見文とか、こういう感じじゃないですか。大体。うん。下手したらこんなん出るかもしれないですね。シェアスペースの、企業を分析するなんていうのがね、出てきたら面白いですね。私はぜひ解いてみたいです、それは。ちょっとまだ細かくね、分析したのもあるんですけど、ちょっと意外とこれで喋っちゃったんで、まあこれぐらいでいいかなって感じで。ね、ちょっとまた第2弾で必要、なんかニーズがあればやろうかなと思います。はい。というわけで、スウォット分析、ぜひ皆さんもですね、いずれ自分が、企業診断すると思ってですね、よければ解いてもらえれば、よりいい力になってくるんじゃないかなと思います。はい、いいと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。